ニンニク植えますよ。おニンニクばっかりやったのにな、もったいない。ここ辺までやったらな、去年取れたニンニクの大きいこのかけらばっかり。映るんこれ。うん？映るよ。じゃあ私顔隠してこ。顔隠しとく。顔なんか隠してもどうしようなかろう。ちょっと穴を取ってね、どこどこどこさぬぐよった逆さ植えしよった。ニンニクは逆さ植えダメなんやね。あのつまんで腐ってるやつはダメだってね。ビヨッとしてるやつとかとかけとるやつとか、あっ。
大きな石が入ったところ、そんな大きな石が、
大きいこう、かけらばっかりを映るやん、これ。うん、映るよ。じゃあ、私、顔隠してこ。顔隠しとく顔なんか隠してもどうしようなかろう。ちょっと穴くどってね、ところどころ寒いよった逆さ植えしよったね。ニンニクは逆さ植えダメなんやね。つまんで腐ってるやつはダメだよってね。ビヨッとしてるやつとかかけとるやつとか、大きな石が入ったところ、ちょっと待ってまだまだこっちからでもいいよ、待ってよ。
と待ったらいいな、染みるまでな。昨日そんなに感じたね。あの絵につけたこんなんで穴を開けます。水を入れてないと穴が開きっぱなしにならない。それ本当は玉ねぎが水を、玉ねぎじゃなくてニンニク、玉ねぎが水を嫌うんだそうですけど、仕方がないな。
秋広いう。孫の名前が？おじいさんはあの井上だよこのじゃ。そうですか。僕らももうあの覚えないかもってね。ちょっと。